週間の天気を確認していきましょう。週末では東京で日曜日雨アイコンを採用しております。お出かけをするのであれば土曜日の方がおすすめです。土曜日は広く日差しが届く予想となっております。もう沖縄は日曜日以降はしばらくの間曇りや雨が続く見込みです。洗濯物外干しなどする際はお天気の変化あるかどうかというのを確認するようにしてください。また関東以西の地域を中心としてこの先はしばらくの間暑さがまだ厳しくなりそうです。日中ですと35度以上となるところもあります。引き続き熱中症対策をしっかりと行うようにしましょう。また週間のお天気などをウェザーニュースのアプリから確認することができます。ご活用ください。